野城ショッピングセンターは、秋田県野城市柳町にある、ショッピングセンター。区分所有に基づき、イオン東北と北斗銀行がそれぞれ管理、運営をしている。北斗銀行野城支店1981年、秋田市に本社を置く秋木工業の関連会社である、秋木事業が、 伊東洋華堂を各店舗とする、秋木の城ショッピングセンターの出店構想を明らかにする。それに、危機感を抱いた地元柳町商店街の事業者らが、ジャスコを誘致し、落合地区に移転した、山本組合総合病院跡地と、うご銀行の城支店敷地保家を再開発して、SC を建設するべく、1986年10月、 ジャスコとの代市柳町商店街振興組合などの出資によって、のしろ中央都市開発を設立。1990年12月18日、のしろショッピングセンターをオープンさせた。建物は、のしろ中央都市開発とウゴ銀行が区分所有し、のしろ中央都市開発は、ジャスコと賃貸契約を結び、ジャスコの代店、ウゴ銀行は、 ウゴ銀行の城支店を開設した。3階には、イオンリテール直営のイオンファミリーシアターの城があり、現在市内では唯一の映画館となっている。1スクリーン100席と小規模であるが、東方作品を中心に上映している。また、の城 SC は、ジャスコメンテナンスが、秋田で初めて設備管理を受注した商業施設でもある。 事業主体だった野代中央都市開発は2006年11月にイオンの経営合理化により資産をイオンに譲渡し会社を解散2008年8月のイオンの純粋持ち株会社への移行に伴い資産はイオンにテールに移管されたジャスコ時代のショッピングセンター外観イオンモールは同市カイラゲフチの秋田自動車道 野代東インターチェンジと国道7号に面した田んぼにイオン新野城ショッピングセンターの進出計画を立てた。当初計画では開発面積約9万5千平方メートル、店舗面積約3万5千平方メートル、専門店は約100店並びに駐車場は2500台分設置するとした。 進出予定地は市によって農業振興地域に指定されているため2005年にイオンは市に指定解除を申請した。だが当時の豊沢有形市長は中心市街地の活性化につながらないとして申請を却下した。しかし翌年4月に市が隣接する山本郡二つ以長と新設合併したことで実施された市長選で豊沢を破り初当選にした。 斉藤茂仙は消費者の期待感があるとして話し合いに応じるスタンスを表明した。これを踏まえようが11月に2度目の解除申請を提出。2007年明けには斉藤市長が商工会議所や市民団体、地元住民などと話し合いの場を持った。だが、地元商業関係者は進出に不安の声を上げていたほか、 当時の野城商工会議所会頭は、進出に反対していた。この四進出をめぐっては、賛成、反対の両派が入り乱れ、死を2分する騒動に発展した。2008年1月22日、進出に反対する、野城町づくり会議が出展の賛否を問う、住民投票条例制定を求め、 直接請求に必要な有権者を大幅に上回る4226人分の有効署名と条例案を市に提出した。これを受け市は条例案を提出する市議会臨時会を召集。2月6日に条例案は臨時会に提出され付託された条例審査特別委員会では5時間半に及ぶ激論の末反対6賛成5で 住民投票条例案を否決。翌日開催の市議会臨時会では、道徳別委員会から付託された議案を否決したと、報告があり、討論を経て、住民投票条例案を、賛成11、反対16の反対多数で否決した。これによって市は中断していた、納身解除手続きを再開。県と本協議に入り、 県が2月20日付で同意したことから翌21日に、市が広告指納新解除は決定した。解除決定を受け、イオンは出店実現に向けて、手続きを始め、2013年度に、イオン新野城 SC を開業させたいとした。しかし、東日本大震災が発生。開業は2015年に延期された。 さらに2014年末、イオンが資材費高騰や、用地確保が難しくなったため、開業を2017年以降に先延ばしたいと市に申し出たことが明らかとなった。この事態が伝わると、地元経済界では、撤退するのでは、との憶測も囁ささかれた。2017年8月21日、市は、市議会全員協議会で、 イオンから示されたイオン新の城 SC について、店舗面積は22,800平方メートル。建物は平屋建てに変更となり、当初計画にはなかった、ホームセンターを併設するなどの計画の概要を説明し、ついで8月28日付で、イオンは市にイオン新の城 SC の開発行為許可申請を提出した。これを受け、斉藤市長は、 正直言って10年かかるとは思っていなかった。ようやくここまで来たと述べた。イオンモールは、もともと、水田で軟弱地盤だったイオン新の城、SC 建設地に盛り土を行い、地盤沈下が収まるのを待っていたが、収束しつつあるため、造成工事を2020年春から本格化させ、翌年春の開業を目指していることを明らかにした。2020年6月、 イオンモールは新野城 SC について11月建築工事に着手来年11月完成の来年12月オープンを目指していることを明らかにしたまた間取りも見直し建築面積を従来案より2%削減当初別棟にてオープンを計画していたホームセンターを本館と一体化させることも同時に明らかにした続いて9月初めに 斉藤市長がイオン側からこの秋に大規模小売店ポリッジ法に基づく届けで等を行う予定で3年秋頃の開店を目指して準備を進めていると報告を受けたことを明らかにした。イオン側は工事が順調に進んでいるためとしている。2021年7月から9月にかけてイオンが建設中のイオン新能城ショッピングセンターの正式名称が イオンタウンの城となり、運営会社に関しては、イオンタウンに変更されたことが、地元市や様々なブログ、SNS 等で明らかになった。変更に関しての公式発表はないため、詳細は不明だが、店舗面積の削減とそれに伴う、テナント数の削減が影響していると考えられる。11月22日、イオンタウンとイオン東北は、 イオンタウンの城に関しての詳細な情報を発表した。主な情報は以下の通りである。なお、イオンタウンの公式サイトにはテナント募集中と記載があったため、今後店舗数は増えると見られる。また、すでにあるの城ショッピングセンターに関しての発表はなかった。ありがとうございます。